勝負すぎでしょ。ロックじゃないな。デジモンのせいじゃないっつーの。あんたがしょぼいんだっつーの。わお、お花畑発言炸裂したね。あ、言っとくけど俺様まだ本気じゃないから。今の前奏、いやその前のチューニング、まあ次はもうちょい強力なデジモン出すから、ユーガクガクにヘッドバンキングされちゃいなよ。そこまでだ。やめろ。やべえ。おやおやおや、こんなところでお会いするなんて奇遇ですね。チームザクソンのリーダーユーゴさん。これ以上勝手な真似はさせない。お前のやり方は我々の方針から大きく外れている。はい、チームパワハラすか、圧迫系のあれすか。誇り高きザクソンの規律を乱す者は許さない。とっくになくなっちゃってますけど。まあ主に俺様が率先してなくしちゃったわけですが、ロケンローン。アンさん、それがリーダーに対する言葉かいな。わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様一人のためにすんませんね。もう一度だけ言う、ザクソンの規律を乱す者は。嘘ですよ。 It's a rock and joke ですってば。スーパーハッカーユーコさんに逆らうとかもう無理。
したらリアルに殺されちゃうし、そこにいるあんたの愛人さんよ。全部冗談。冗談だって。本気と書いてマジになるなって。そんじゃ僕そろそろ帰ります。ライブとかあるんで超ギグらなきゃなんで、バイバーイ。ところでアンさんだ、いつまでそこでぼーっとつ、はい、毒のチームのもんか分かれしまへんけど見逃したりまっさかい。はぁ、おっと、そこなデジモンはバッチがもらえてません。あんた、いきなり現れて何言ってんの。はて、アンさん、バッチと遊んでくれはりますの。これはなんとも、よろしおすな。体が熱くなります。アンジュを楽しませておくれやす。よせフェイ、無益な争いだ、帰ろう。やんもん、いけずやもん、せっかくええ気分でしたのに。アンさんだ、またどこぞで会う機会もありましゃろ。それまではっちのこと忘れたら飽きまへんで。その不細工な顔忘れまへんえ。ほな、さえなら。何よあいつ。わーい、ムキヤだ。ムキヤが来てくれた。助けてくれてありがとう。私は何もしてなかったりして、俺ならこの子に。ありがとう。それにしてもここやばいよ。とりあえず離れよう。戻ればさすがに大丈夫よね。アグモン、ガブモン、無事でよかった。俺たちももう一度会いたいなって思って探してたんだ。そしたらあの怖い人たちに見つかって追いかけられて。危ないところだったよ。あんなのに捕まってたら今頃僕たちは。ねえ、あのさ、私にはまだよく分かってないんだけど、君たちデジモンって確かハッカーが作ったプログラムなんだよね。え、人間に作られた？え、どうしたの？私、デジモンに受けるようなギャグ言った？言ったよ、ねえ。うん、言った言った。人間が僕たちを作ったって。え、違うの？ノキア、やめてよ。そんなわけないじゃん。僕たちちゃんと生きてるよ。ほら、見ればわかるでしょ。うん、ちゃんと生きてるって気がする。私たちと同じに。うん。あのね、ノキア、俺たちは
人間の世界とは違う世界から来たんだよ。違う世界？デジタルワールドっていう世界だよ。デジタルワールド？僕たちデジモンが住むデジタルワールドと人間の世界は普通はつながっていないんだけど、何かが起きて2つの世界が時々つながってしまうみたいなんだ。だからたくさんのデジモンがこっちの世界に迷い込んじゃっているんだ。さっきの怖い人たちはそういうデジモンを捕まえて無理やり命令したりして使っているんだよ。僕たちはデジタル空間でしか存在できない。でも人間の世界のデジタル空間はほとんどが人間の手で作られたものだし、そういう意味では人間が作ったプログラムと見分けがつかないかもしれないな。どう？分かった？分かった。なるほど。違う世界から私たちの世界に迷い込む。いや、僕とガブモンは違う。この世界でやるべきことがあるんだ。やるべきこと？それって何？それは、あれ言っちゃいけない系だった？もしかして世界征服系の？そうじゃなくて、どうしても思い出せないんだ。とても大切なことだったはずなのに。俺たちは何をするためにこの世界へ来たんだろう。アグモン、ガブモン、大丈夫大丈夫だって。そのうち思い出せるって。うん、絶対に思い出せる。っていうか私が手伝う。思い出せるまで一緒に頑張ろう。モキア、私あたってはただひたすら頑張ればいいっていうか、有機的なものに向かって走るっていうか、元気的なものがあれば何でもできるっていうか。まずは何を頑張るか。モキア、僕よくわからないけどとにかく頑張るよ。俺も頑張る。だからモキアと一緒にいて